建て替えが進むひばりが丘団地ひばりが丘団地は東京都西東京市東久留米市に立地する日本住宅公団の造成した公団住宅であり現在は2020年をめどに団地再生事業が行われ12階ほどの中層マンションひばりが丘パークヒルズと小建て住宅公共施設が複合した住宅地区へと建て替えられている 1959年、当時の北多摩郡宝谷町、田梨町、久留米町の山頂にまたがる区域に立地した中島航空金属田梨製造所の跡地に造成された。造成当時、当団地は日本住宅公団最大の公団住宅でありごに、称されるマンモス団地の端緒であるほか、野球場、テニスコート、市役所出張所、緑地公園、名店街、学校、 スーパーマーケットなどを団地敷地内に用し、東団地の町づくりは後に建設された公団住宅の手本となった。1960年の皇太子、皇太子妃の視察をはじめとして多数の要人が視察に訪れ、その様子は当時のニュースで配信された。現在は重東の老朽化が進んだために、ひばりが丘パークヒルズへと建て替えが行われている。また、 建て替え地区内の一部の古い住棟は様々な実験に用いられており、2008年には一列に4階建ちの住棟を3階建てに建築する実験が行われた。また、一部区域については、ひばりが丘団地再生事業区域として民間による分譲住宅の開発が行われている。東京都江戸東京博物館では2015年の 常設展示リニューアルの際に1962年頃のひばりが丘団地の室内の様子を実物大模型で再現した展示を新設した。当時4棟あったスターハウスのうち53号棟が改修、保存されており、その1階部分がひばりが丘パークヒルズ管理サービス事務所として利用されている。53号棟前には常実の交代し、 皇太子妃が視察した部屋のベランダ部分が切り取られて保存されている。他に4階建てフラットの94号棟がサービス付け高齢者向け住宅に改装の上、2階建てテラスハウスの118号棟が地域交流施設、ひばりテラス118に改装の上保存されている。ありがとうございます。